もう昨日ね、もう昨日というかもう今日、もう、なんかいろいろだった。もういろいろだった、マジで。昨日サブキャスやってて、朝4時過ぎぐらいまでサブキャスやってて、んで寝れなくてどうしようかなと思って、それで4時半ぐらいかな。出かけようと思ったんだよ、それで。いや、なんかちょうど、なんかトークネタもあれだし、なんか楽しいことないかなと思って、出かけようと思って、その4時過ぎぐらいから。そう。で、4時過ぎぐらいから出かけようと思って。んで、なんか服バーって着替えて、タクシー呼んで、なんか近所の街みたいなところ、街にね、某街に出かけたんですよ、一人で。一人で早朝4時半に Go アプリでタクシー呼んで、出かけたんですよ。で、出かけて、プラプラプラって言って、駅前とか歩いてたんだけど、誰一人いないんですよ、人が。まあ、月曜明けの火曜朝、今日火曜日だよね。火曜朝なんで、誰一人人がいなくて。で、なんかそういう、ご飯屋さんも、飲み屋さんも、お兄ちゃんとかも全然いなくて。んで、どうしようかな、みたいなのが出てきたはいいけど、結局、なんもねえな、みたいな。だから、やってんのが24時間のラーメンとか、それぐらいしか空いてなくて、帰ろうかなと思ったんだけど、なんかその、繁華街の街角みたいなところに、バイオハザードのゲーム出てくる武器商人みたいな、あわわいっていう、なんかああいうような、おじいちゃんみたいな人がこうやって立ってて、おじいちゃんってかおじいちゃん？こうやって立ってて、こんな感じで。んで、あ、この人だったらなんか面白い店、知っとるだろうなと思って、すいませんって言って、はいって言って、なんかこの辺で、ね、なんかお酒飲めたら遊べるとこ知らないですかって聞いたの。そう、俺一人でも全然ガンガンいけるから。そう。ぼったくられないし。え、なんかないですかねって言ったら、ありますよって言って。あるの？みたいな。朝5時。5時ですよって。あるんだみたいな。へえ、それってなんですかみたいな。バーですか？キャバですか？なんですか？って言ったら。いや、なんか、バーキャバ的なやつなんですけどって。バーキャバ的なやつって聞いたことない。なんなんですかって。それは、それは、どういう感じで楽しめるんですかって聞いたら、いや、女性が一人いるんですって。女性が一人いる。一人だけですかって聞いたら、一人だけなんですって。でも、スタッフもいるんで、一緒に楽しくお酒を飲むことはできると思うんですって言って、ああ、そうなんだ、みたいな。で、そうそう、バーキャバ的なのはそれは何で言ったら、ね、うちは安くやらせてもらってるんですよ、って言って。もう、それスナックじゃないのって聞いたら、いや、スナックではないっていう。ああ、そう、みたいな。まあでも、喋っててもあれだから、じゃあ、いいよ、みたいな。俺も来たばっかだし、なんもないから、じゃあそこ行くよ、って言って、一人しかいないの、女の子ったら、一人しかいないですよ、って言うから、ああ、そう、って言って、じゃあこちらです、って言って。そしたらなんか雑居ビルみたいなのがあって、で、なんかそこの雑居ビルのなんか4階かなんかに入ってるって言うんだよ。そしたらなんか、4階とどんって言ったら、なんか、お店の名前みたいなの書いて、でもお店の名前からするとスナックではないんですよ。なんかキャバっぽい感じなんだよね。そう。あれ、キャバなのかな？どうなのかな？じゃあ、カチャってあげたら、なんか、いらっしゃいませって言って、一人男の人のスタッフがいて、あ、スタッフもちゃんとしてそうじゃんっつって。で、こちらへどうぞって、あ、そうだ、待ってっつって、はい、どうされましたかって。そのさっきのお兄さんに言ったの。あ、ちょっとごめんごめん、ちょっと待ってって。いくらだっけって言って、それ値段聞いてなかったわっつって。それちゃんと聞いとかなきゃいけないから。何やられるかわかんない。その朝から。そう。身ぐるみ剥がされるかもしれないから。あ、ごめんごめん、お兄さん、そういえば値段聞いてなかったよ。いくらなんつったら。3000円ですって言って。3000円って言って。あ、安いね。3000円？あ、そうっつって。3000円でどれくらいいられるんだったら50分です。あ、そう。50分3000円。結構安いねっつって。へえー、みたいな。まあいいじゃん、それでいいっつって。で、入ってって、じゃあ3000円ね、つって。で、座ったんですよ。そしたら、なんかその一人のスタッフの人が、まるまるさんですとかってなんか、紹介してくれたんで。そしたら、奥から、なんか、ドレスっていうかワンピースみたいな着た女の人が、奥から来て、お、ちゃんと女の人いるじゃん。でもこの人しかいないんだ。50分 この人なんだって。でも、顔見ないようにしたんですよ。まあ、顔見たら、どうなるかわかんないから、足だけ見たんですよ。そう、視界をこうして、顔だけ見ないようにして、俺は今からこの人と50分喋る覚悟を持たなきゃいけないって、どんな人が今横に座るかわからない。気合を入れなきゃいけないと思って、その足だけ見てたんですよ。で、そのまま見ないで、ああ、どうぞっつって、足しか見ないで、そのままここでぼーっとしながらいたの。そしたら横座ったんですよ。そう。で、ああ、もうこれ横座ってる時点でもキャバかラウンジとかそっち系だなって、バーだったら正面しかないから、結局なんか、
そういうことか、そういうとこか、みたいな。で、まあいいやと思って。で、どうも、おはようございます、とか言うんですよ。横で喋ってんですよ。で、まだ顔見てないんですよ。なおはよう、みたいな。で、朝早いですね、何されてたんですかって言うから、いや、さっきまで仕事してたんですよ、って言って、その時に初めて、パッて顔見たら、うちの母親ぐらいの、お姉さん出てきてて、びっくりするぐらい、俺、人生初めてで、3000とは聞いたけど、ここまでかっていう、なんかもう、お母さんが、出てきて、バーキャバ的なやつって、そっちどうって、俺、バーかキャバだと思ったの。俺、バーかキャバって聞こえたの、俺。だから、バーでキャバっておかしいでしょって、もうどっちかしかないじゃん。どっちかしかないのに、なんかおかしい。俺、そんなこと聞いたことないから、なんか変だなと思って。で、お店入ったら、キャバ的な作りになってるから、いや、キャバやんと思いながら、もう何であの人、バーかキャバって言ったのかなと思ったら、バーキャバっていう、そういうところだったんですよ。だから、もう朝一からお母さんがいるんですよ。で、もう4時台とかに入ったから、始発ないから、多分お店の近所のお母さんが来たんですよ。で、お店の人に説明されたんだけど、5時、6時になると始発で出勤するんで、6時ぐらいにはもうちょっと女の子揃うんですけど、っていうから、ちょっと待って、女の子違うやろっていう。待て待て、お前30年前やぞ、女の子だったのはっていう。そう。だから、女の子いう言い方はちょっと違うんじゃないのかなと思いながらも、そう。まあいいやと思って。うわ、でも、これはさ、俺きちいなと思ったのが、でも一生懸命喋ろうと思って顔見たんだけど、すごいのよ。なんか坂田師匠みたいな感じなんですよ。なんかもうめちゃくちゃ老いた綾菜みたいな顔してんのよ。めちゃくちゃ老いた綾菜みたいな顔してて、なんか目はちょっと可愛らしいんだけど、顔の皮膚が、ブワーってなって、そう、クロコダイルに水吸われたんかっていうぐらい、もうシュワーってなってたんですよ。で、わー、これは感じるなーと思いながら、もう、言ったらあかんから、あ、どうも、みたいな。わ、どうもーって言われて、もうどうもどうもって言って、ほんで、なんか喋って15秒ぐらいで、一杯いただいていいですかって言ってきたの。俺、それだけは、俺、マジで、ならんと思って。俺、いつもだったら、やっぱ、女性の方って飲んでから、飲むお仕事されてるから、一杯から始まるでしょと思うから、いつも、俺、いいよって言うけど、久々ガチで一杯目断って、ならんって言ったんですよ。俺、マジで、それはまだならんって言って、あ、そうですかって、そう、まだ座ったばっかだから、ちょっとまだわかんないよねって言って、でも、ちょっとわかんないよねって言うけど、その子しかいないから、その方しかいないから、ならんって言ったって、次が出てくるわけじゃないですよ。もう、その人しかいないからね。そうそう、ちょっと考えるわとか言ったところであれだから。だけど俺しっかり断ったんですよ。いや、ならんって言って。それはならんって言って。そう、まだまだちょっと待ってみて。俺今日初めてで、ここ初めてだし、まあまあまあ、あ、そうですかって。で、その後から、そう、お母さんめちゃくちゃ不機嫌になって、びっくりするぐらい。だからずっとここの腕書いてんすよ。へえーみたいな。ポリ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 みたいな。俺マジかと思って、こんな接客あるみたいな。もうすごい3000円が高く感じてきて。もう俺。これに3000払うのみたいな。そう。これ3000払うのみたいな。で、ずっとこう、ポリ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 ってやられて。で、あ、そうなんですかみたいな。で、これもうやばいなと思って。でも、どう俺が、してもさ、その方しかいないから、交換はないからね、チェンジはないから、どうしようもないと思って、あかん、50分長えぞと。これはつまらない配信を50分聞くのと同じぐらい苦痛やぞ。なんとかするしかない。そう。だから、いや、ちょっとツイキャスも開けたのかなと思ったよ。だけど、さすがに無許可まずいし、みんなもびっくりするし、あれやなと思って、もうヤフーニュース見ようと思って、俺の秘技があって、俺がすごいつまんない、不適されてる、帰りたいを表すときにやる、画面のコードをちょっと明るくして、ヤフーニュースを見る技っていうのがあるんですよ。で、そうすると、なんだかわかるじゃん。そう。だから、もしこういう態度を取ったら、なんかあるかもしれないと。交換、ね、チェンジあるかもしれないと思って、ヤフーニュースでパーってこうやって、いろいろ見てたら、顔、グーンってこうやってやってきて、顔こんな感じでグーンってやってきて、え?みたいな。菅田将暉結婚したんですか?みたいな。え?みたいな。俺の携帯覗き込んできて、みたいな。めっちゃ一人盛り上がってんの、ここで。いやいや、いいからそういうの、みたいな。
そんなんいいよみたいな、そこみたいな。で、いや、いい、あ、そうらしいですね、みたいな。俺全然知らないですけど、みたいな顔するの。いや、って言ったって、あんたそれ、ねえ、いや、の意味ないでしょっていう。そう。あんた関係ないニュースでしょと思ってさ。ほんで、ちょっと15分ぐらいいたけど、限界を感じて、で、お店の人に、先生も帰りますわ、チェックでお願いしますって言ったら、その女の人が、もう帰っちゃうんですかとかって言うの。じゃ帰れお前しかいないんだからと。もうここまで出かかってたけど、そうなの。ちょっとさ、知り合いのバーがあるから、そっち行こうかなって、ちょっとそれ連絡が来たんだよとかって嘘ついて、お会計してもらったの。そしたら3000円で入ったのに、なんか4500円、払ってくれって言われて、お店の人に。4500円みたいな。あれ3000円じゃないですかみたいな。それ聞いたら、ウーロン茶が1500円っていう。ウーロン茶1500円すんのみたいな。そう。たっかみたいな。嘘でしょみたいな。この朝の時間に一人しか女性の方いなくて、普通サービスとかなんかするやん。で、値段かかってももうちょっと安いじゃん。これ1500円みたいな。あっそうみたいな。まあ、いいやと思って、4500円のトーク代だと思って払ったんですよ。そしたら、なんだろ、普通お見送りとかあるんですよ。ありがとうございました、みたいな。もう何もないんですよ。もう、その、店のさ、玄関開けっぱなしになってるから、じゃあそちらから、お借りくださいませ、言われて、見送れって思いながら、すげえ店だなと思いながら、もう、ああ、こういうとこなんだなと思いながら、冷たーと思いながら、そう。ね、で、まあ、そのままさ、出まして、このままじゃ帰れんと思って。で、思いついたのが、みたいな。お風呂屋さん行こう。そういえばもう1年ぐらい行ってない。バーッとこう、なんかネットで検索したんですよ。そう。なんかお風呂屋さんソープみたいな感じでバッて検索したら、ごめんね、ちょっと下の話で申し訳ないですけど、まあ男もたまにはそういうことあるんで。そう。で、ババって出てきたんですよ。で、女性の方わからないと思うんですけど、すごいネットで検索すると便利で、即姫って言ってすぐに、まあお風呂に入れますよっていう女性とかがバーッと一覧で出てくるんですよ。そう。ババ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 みたいな。そう。だから、朝一空いてることかがすぐ分かるんですよ。即姫っていうのがある。だから、めちゃめちゃ便利で。で、バッと見て、そんで、その子選ぶと、まあ、お店のページが出てきて、電話で予約するみたいな感じなんですよ。で、じゃあ、なんだこの子がいいなと思って。で、行こうと思って。でも、電話しようかと思ったけど、もう、店近いから、もう歩いて行きゃいいやと思って、テク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 って歩いたの。電話もしないで、テク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 って歩いて、まあ、某店ね。まあ、お店はま、最初あれなんで、某店の前に着きまして、某店の前に。で、あ、ここだって言って、あ、合ってるな、合ってる、ここだって。いやよっしゃ、せいって言うこといるんだよ。うおーみたいな。で、まるまるちゃんで言ったら、あーとか言うんですよ。えって言ったら、まるまるちゃんなんですけど、10時のご出勤なんですって言って、10時午前中のって言ったら、あ、そうですって言って。でもここにだってもう5時6時って書いてあるじゃん。ちょっとすいません。それでページちょっと古いものでしてて、本日はですね、まるまるちゃんは10時の出勤なんですって。あーみたいな。そっか、もうこれ当たりなかったら。でも、こう夜とか朝関係って、自分が求めてたものが引けなかった場合って、もうあと外れなんですよ。だから、帰った方がいい。うん、ああ、しょうがない。これはもう、運が悪かったんだって帰った方がいいと思ったんだけど、帰ろうとして、肩をちょっと、こう、軽くこう入れた瞬間に、お客様って言うから、パッて見たら、パソコンカタ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 ってる中の受付の人がいて、お客様とか言って、あ、はいって言ったら、いい子揃ってますからって言って、いい子揃ってるって。でも俺ね、そういうのね、結構言うタイプだから、いい子揃ってるって言うけど、いい子だったら予約入っちゃってるんじゃないんですかって言うの。ちょっとチクって言うんですよ。そう。いい子じゃないから今すぐ入れるのであって、いい子だったら朝から予約入ってるでしょって話で、いい子だったら予約入ってんじゃないのって言ったら、いやみたいな。たくさんいますんで、うちは。みたいな。で、こちらどうぞとか言って、パソコンをブーンってこうやってやってきて、で、ここがなんか大きいタッチパネルみたいになってて、お客様、ご自由に見てくださいって言って、こんだけ揃ってますからって。10人ぐらい、ボボボボボボボって名前があったんですよ。うわーみたいな。22歳 F カップ、21歳 C カップ。20歳、20歳 C カップ、28歳 D カップ、31歳 E カップみたいな、なんかもう、ゾロリゾロリいっぱい揃ってるんですよ。うわ、すげえ。これは朝の七部会やで、ワンピースのね。うんね、ちょっと見させてもらっていいですかって、ピッ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 。で、いろいろ見ながら、結局、なんか、20歳って書いてあるんですよね。20歳。
言っちゃうかよ、若い子にサービスしてもらう方がいいでしょって。普段放送でさ、婦人部は見てるわけだから、コメント上で。もう、一番若い子にしようと思って、二十歳って。顔とかじゃなくて、若い子がいいなと思って、二十歳。でもね、実際二十歳じゃないんですよ。まあでも、それも分かった上で二十歳にしたでしょ。じゃないと、31って40出てくるかもしれない。さっきね、よく分かんない、このポリポリババアが出てきたんだから、もうさすがにババア2連チャンはきついですよ。さすがに俺も許せないから、やっぱり極端に若い方いっちゃうわけ。さっきこれだったから。さっきこれだったからね。そう。だから、ガン若い方行って、じゃあ、この〇〇ちゃんで、みたいな。あ、わかりましたって言って。じゃあ、ドア開けましたら、女の子いますんで、お楽しみくださいませって言われて、ガチャって開けられて、俺入ったんです。そしたら、こういう風にやってて。そう。こういう感じで、なんか、いらっしゃいませって言って、手ついて、女の人こうやっていたんですよ。で、いて、で、わっこれだと思って、で、こうなってて。で、いらっしゃいませって、パッてこう顔上げたんですよ。で、パッと顔上げたら、めちゃくちゃミズニャンそっくりな子だったんよね。そう。まあ、ミズニャンもちょっと女性的な顔してるんだけど、めっちゃミズニャンに顔そっくりな子で、びっくりするぐらい、この口元と目が一緒なんですよ。でもさ、顔でさ、目と口一緒やったらさ、もう全部一緒やん。全部。目と口同じなんですよ、ミズニャンと。もうあと、話しかないや、もう。話しかない。もう、そのままだよ。笑い方といい、雰囲気といい。ミズニャンを乙女にした感じなんですよ。似とるわ。でも、めっちゃスタイルいい子だったんですよ。細くて。そう、細くていい子で、お店ってここで万歳して服脱がしてくれるんですよ。だけど、俺そういうの恥ずかしくて全くできなくて、もうほんとそういう夜のお店ダメだから、緊張しちゃうから、そう、自分で靴下こうやって脱いで、自分でこうやって脱いで、そしたら、え、いやいや、お客様みたいな、やりますよとか言われて、いや、いいです、いいです、大丈夫です、大丈夫ですって、自分でこうやってやって、まあ、配信で裸は何度も見せてきてるから、脱ぐのは脱ぎ慣れてるわけですよ。だからもう自分でこうやってパンって脱いで、で、パンって上着と靴下パンってやったけど、下のズボンとパンツ脱ぐの緊張するんですよ。そしたら、女の人が、それ水なりの女の子、あ、下も、はい、下もじゃあ脱いでいただいていいですかって言うから、まあそりゃそうだわな。じゃあ下もか、みたいな。んで、立ち上がって、で、女の子こうしてるじゃん。女の子こういう感じなんですよ。で、俺、立ち上がって、で、ここでこうやって、バーンってこうやって、バーン、バーンってこうやって、2回脱いで。で、2回脱いだ時にさ、その女の子が俺の一物を見る目で、大体その女の子がどれほど仕事するかがなんとなくわかるんですよ。そんな行かないけど、なんかわかるんですよ。なった時なんか、みたいな顔だったんだよね。なんか、あ、なるほど、みたいな。あ、まあね、みたいな。そう。で、まず最初、綺麗にしなきゃいけないじゃん。そう。綺麗にしなきゃいけないから、なんかお風呂入ります、みたいな。で、なんか最初なんか湯船浸からされたんですよ。湯船浸かってる間になんか、その女性の方が、なんかその、なんかこうやつ、なんか洗うやつ、泡みたいなのを、立てんだよね、これ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 、みたいな。そうそうそう。で、うーってありながら、作ってんですよ。んで、どうぞって言って。で、椅子に座って、なんかその、体洗ってくれたんだけど、俺さ、普段さ、シャワー浴びるときってさ、座らないのよ。うちのお風呂場さ、そう椅子とかないから、立って、こうやってシャワー浴びてて、こうやって体洗うの。自分でこうやって自分の体をこうやって洗うんだけど、立ってたから気づかなかったんだけど、椅子に座るとさらにチンチンちっちゃいんだなってことに気づいて、なんか立ってても9ミリとか何センチとか言われて、周りにもさ小さい小さいって言われたんだけど、椅子に座ったことがなかったから、ここしばらくずっとその風呂にある椅子に座ったら、え、本当ないじゃんと思って、全くないですよ。でしかも太っだからさらに、腹がボワンって出るからもう何もないんですよ。何も見えないんですよ。何も見えないけど、ああいうところってやっぱりしっかり綺麗に体を洗うから、その、女の人も綺麗に洗うわけですよ。だから、一物も綺麗に洗うんだけど、なんかもう、皮が、むけなくて、ないから。ないから、チャリンコ、霞ヶ浦のチャリンコやってる時と同じですよ。もうなくなっちゃったから、洗えないから、なんかずーっと洗ってるんですよね。ずーっと洗ってるの。ずーっと洗ってないけど、さすがにずっと洗ってると向こうも気使うからいっぱい俺に話しかけてくれるの。で、今日眠くないですかみたいな。朝早いですね。とか、ああ、そうです。早いですよ。って言いながら。俺もなんか、もう、なんて言っていいかわからなくて、もうずーっとさ、そのお風呂のさ、
換気扇の周りのゴムパッキン見つめてたの。あ、ここのここの店は綺麗だなって。やっぱ風俗とかそういうのって結構こういうとこ汚いとこあるけど、あ、ここの店は綺麗だなって。ここ見ながらずーっとこっちをこうなんかやってんですよ。だけどもう全く反応もしないんですよ。だからもうなんかもうその女の人が何したかっていうと、洗ってる途中だけど洗えないから何とかしなきゃいけないっつってやり始めたことが乳首を攻め始めたんですよ。そう、何とか反応させれば洗えると思って洗いながら乳首をこういう感じで助けてーみたいな感じで、助けてーみたいな、そう助けてーみたいな感じでこうやって出て、ほんでこうやりながらペッて触って、いやまだ反応がないね、助けてー助けてー助けてー、ペッて言って洗えない、助けてー助けてー、ああでもまだ怒ってこない、怒ってこないから洗えないですよ。でも洗えないと始めれないから、絶対やらないと始めれないから、もう見ても、その助けて助けてってやってるのが水にゃんなんですよ。助けて助けてって言うから、もう確かに今日水にゃん裁判だし、みたいな。助けて助けてって言うから、もうなんかそれで俺なんか、だって笑えてきちゃってさ、全く立たなくなっちゃって、それで。そう。一切。だからもうどうしようもないと思って、これもいつも通り自分が普段お風呂入ってるようにするしかないと思って、もう座ってたらラジアから、もう結局出てこないんですよ。出てこない。もう埋まっちゃって。埋まっちゃって、出てこないから、こうやってて、はっつって、パーって立ち上がったの。そしたら、もう水にゃんが、ひぃみたいな感じになって、ひぃってなったの。ね、いや、はいみたいになって、おっしゃ、いや、違うっつって、洗えないですよねって言って、立ちましたから、これだったら、洗えるかもしれませんって言って。そう。で、言ったの。で、すいません。僕、年1ぐらいしかこういうとこ来ないんで、ご迷惑おかけしますって言って、俺、素直に謝ったんですよ。なんかもう、悪いことしたなと思って。そう、したら、あ、いいですよ、大丈夫ですよ、とか言って。で、立ったらさすがになんかここからブルンって出てきて、洗ってもらったんですよ、ちゃんと。そう、と。で、立ち上がって、んで、バーって綺麗にしてくれて、んで、もう一回じゃあお風呂入ってくださいねって言って、で、どうされます？ベッド行きますか？それともここローションされますってから、ローションみたいな。ベッドよりもローションやな。ベッド行ったら生々しくて、また俺、始められなくてマッサージお願いしちゃうことになるから、いや、ローションはいいねみたいな、もう全然ないから、じゃあローション先します。ローションお願いしますって言ったら、あ、わかりました。じゃあお風呂入ったらじゃあ作りますねとか言って、こうやってなんかこんな風になんかやってんですよ。でもその間俺こういう風になってて、ああ、気持ちいいなぁ、みたいな、いいなぁ、つって。で、あ、できました、つって、こちらどうぞ、って言って、パーって立ち上がって。で、また椅子座るんですよ。で、また椅子座るんだけど、男の人ってさ、お風呂入るとさ、水圧とかでさ、あとお湯で、あったかいから、縮こまるじゃないですか、一物が。そう。だから、お風呂入ったら、また、プルン、ツルンってなっちゃって、戻っちゃったんですよ。で、戻っちゃって、で、椅子座って、こうやってやられるんだけど、ローションだから余計滑るじゃん。もう一切そっからもう、川滑りを起こしまして、川滑りを。もう、出てこないんですよ。もうそうなっちゃったら出てこないですよ。もう残念ながら、もう引っ掛けるようにしてデブのやつはやらなきゃいけないから、もう川滑り起こしまして。そう、もう出てこないんですよ。もうどうにもならなくて。で、お兄さんどういうところが好きなんですかって言うから、乳首って言って、あ、乳首感じるんですねって。じゃあ、乳首行きますかみたいな。乳首、じゃあちょっと行ってみますねって言って、乳首行ってくれて、その乳首をなんか、なんか15分か20分ぐらい舐めてるんですよ、ずっと。で、舐めすぎて、なんか、こうやってゴソゴソしてるのね。その女の人がこの辺、なんかちょっと箱かなんかからなんか取り出してるんですよ。え、何やってんのかなと思ったら、15分舐めてて、よだれが出すぎて、顔拭いてるんですよ、女の人がもう。ずーっとやってるから、さすがにもう、出続けちゃって、よだれが、ブヤーッつって。あ、もう俺のところ、やーってなってるから、すいませんとか言ってこうやってタオルでこうやってよだれを拭いて、そんだけしても全く立たないんですよ。そう。全く立たなくて。反応がなくて。俺。そう。びくともしなくて。んで、こう寝てたら、こんなの人はこうやって来て、こうやって胸当ててくるわけですよ。スエッてやってくるんですよ。やってやってって言うからさ。じゃあやるか、みたいな。なんじゃあやる、いや、まあやるしかないよね。まあさすがにしないとなんかかわいそうだからと思って、ピャって食いついたら、なんかその食いつき方がタコの吸盤みたいに強かったのか、ピシッってこうってなって、
ここで、のけぞられちゃって、こうやって、ブーンみたいな。そう。あ、強すぎたかなみたいな。そう。ピシーってなって、バーって引かれたのよ。あれみたいな。そしたらなんか、口には出さないけど、多分ちょっと強すぎたの、加減が強すぎたのかなと思って、下手くそだったらしくて、そう。だからそれ見てまた俺もショックで、ああ、もうダメだ、みたいな。もう俺はもうダメなんだって思って。そう。だから俺、うつ伏せになるから、マッサージしてもらっていいって言って、マッサージできるって言ったら、あ、私前メンズエステで働いてたので、まあ多少なりとはマッサージできるかもしれませんって言うから、うつ伏せになって、また、マッサージしてもらったんですよ。こうやって、1、2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 
で、また、時計のアラームが鳴りましてね。ビビ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 ビって時間がね。いや、わかんない。何してたかから。また同じフィニッシュですよ。ダメなんだよね。そう。それで終わっちゃったの。女の子に恥かかせた。すいません、本当に。ねえ。うん。で、どんだけ言ってた？いや、まあ、こんぐらいしかないですもん。いや、もうマジで、風呂入った後もあって、縮こまっちゃった上に、もともとちっちゃいし、かつ、すげえさ、低い椅子に座ってるから、こうなるから、もうこんぐらいしかないですもん、マジで。これぐらいしかない、もう。本当に。マジで。だって、女の子のつけまつけのが長いよ。うん。もう本当それぐらい。こんぐらいしかなかった。うん。もう意味が、もうだから恥ずかしくて、自分の見れなかったもん、自分のやつが。もうこうなってたもん。うん、こうなったの。そう、だから、松茸探すより難しい、俺の一物を探すのは。もうほんと、松茸って角度のついた、標高の高いところで角度のついた、傾斜のね、大きいところでジメジメとして日陰のところに生えるんですけど、もうほんとそっくりですよ、俺も日陰じゃんか。まず腹で隠れちゃってるしね。うん。で、しかも、俺とかさ、別に毛とか剃らないじゃん、男だから。だから、しかも、チンゲンも直毛なんですよ。綺麗に松茸、お菊人形みたいに、さーって生えてるんですよ、僕。最近脱いでないから分かんないけど、ツイキャスやってから裸になってないから分かんないと思うけど、こう、普通チンゲンってこういう感じになるじゃん。あちゃこちゃあちゃこちゃ。違う、直毛なんですよ、お菊人形みたいに。さらーってなってるんですよ。さらーってなってるんですよ。だから、なんかさ、居酒屋に入る前のサラリーマンみたいな感じで、だから毛がこうなってて、ここら辺からこういう感じなんですよ。要するに、全体像はこういう感じなんですよ。だから、こういう感じになってんの。俺は大体ね、表現するとね。そう。もうだから余計大変なんだよ。余計大変なんだよ。だから、掃除すると、こう、絡まってくるから。はぁ、あ。大変なんですよ。そう。いや、もう、あんま自信なくなるの。ほんと嫌だ、マジで。やだ、もう。もう、やだ、もう、やだ。もう、やだ、もう。やだ。もう、やだ、もう。だって褒められたのメガネだけだったもん。お兄さんメガネ個性的ですねって。それ以外何一つ褒められなかった。マジでさ、結構な時間一緒にいたのにさ、褒めてくれたの俺のメガネだけっていう。辛すぎるでしょ、だって。だって唯一俺のこと褒めてくれたのが、お兄さんいいメガネしてますねってだけだよ。個性的なメガネですねっていう。ズタボラだよ。もっとあるわけじゃんか、絵はいろいろ。いろいろあるのに褒めてくれたのがメガネだけっていう。もうほんとショックだったもん。で、しかもさ、出てったらさ、なんかさ、俺さ、デブだからさ、肌綺麗じゃん。なんか風呂ずっと入ってたからさ、肌ツヤツヤだろ。で、なんか、のれんみたいなスパンだけたら、スタッフの人立ってて、俺のツヤツヤの肌見て、相当俺のことを満足したやつだと思ったの。満足した客だと思ったんだろうね。なんかさ、変なチラシみたいなの持ってきて、すいません、お客様よかったら、アンケートの方お願いしてもよろしいですかって言われて、アンケートですかみたいな。はい、もしよろしければお時間とか大丈夫でしたら、アンケートにお答えいただけると幸いでございますけど、とか言って、髪渡されて、で、アンケートで、その女の子のサービスいかがでしたかとか、接客いかがでしたかとか、どうでしたかみたいな。そう。で、それで、一応、なんか、1から5まであるんですよ、通知語みたいな感じで。そう、1から5あって、一応、5、4、5、4、4みたいな感じで、いい数字、つけといたんですよ。でも、下の方に、女の子のキスのサービスはいかがでしたか？積極的でしたか？って書いてあったの。俺、一回もキスしてないんですよね。うん。一度もキスを迫られなかったし、キスしてないんですよ、僕。最後の反撃で、その空欄に、強い
筆圧でしていませんって書いてて、そう、ここだけは素直に言おうと思って、サービスとかはいい丸にしといたけど、そこの空欄のところにしていませんって言ってグッって書いておいて出しといたから、あのゲップ君のところに、そう、してくれなかったとか言い方はしなかったよ、していませんって言って、そこは素直に言った方がいいと思って、そう、私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you です。